昭和通り津下町付近昭和通りは福島県郡山市を南北に貫く2016年まで国道4号だった道路である。特に市内中心部の区間についてこの名称が使用されることが多い。昭和時代に国道4号として完成した。以後南北の交通を担う幹線道路として長年利用されてきた。1981年には 郡山商工会議所により、昭和通りの愛称が付けられ、郡山警察署前交差点から若葉町交差点の区間に愛称の標識が設置された。その後、郡山市内での混雑が激しくなったことから朝かのバイパスが建設され、主要な交差点の立体交差化が完成したことから2016年4月1日より、降格されて、国道4号の指定を外れた。 そして須賀川市の実館内交差点から、郡山駅入口交差点までの区間が、福島県道17号郡山停車場線へ、郡山駅入口交差点から、若葉町交差点までの区間が、福島県道57号郡山大越線へ、若葉町交差点から、三春街道入口交差点までの区間が、福島県道296号、新井郡山線へ、また、 三春街道入口交差点から日寄田町の朝霞のバイパス合流点までの区間が国道288号へと変更された。若葉町交差点から南側は全線が片側2車線化されており、一部は片側3車線化されている。片側3車線区間では朝夕の時間帯に左側レーンがバス優先となり、 中でも文化通り入り口交差点から全道寺前までの区間については、朝夕はバス専用レーンとなる。なお、市内の本町二丁目交差点から大町交差点までの区間では、平成の初期から電線の地中化と歩道のカラー補送が行われたほか、中央分離帯が緑化されている。ありがとうございます。